はい、おはようございます。10月23日日曜日です。今日も岬漁港の方に見に来てますが、少し風がありますね。ちょっと微妙なんですけど、どうでしょうかね。明日月曜日はこのまんま風が収まらなければ、ちょっと月曜日寂しいかもしれませんね。10月24日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。少しね、昨日風が強かったんで心配してましたが、まあそんなに多くはないけど、思ってたよりはありましたね。夜出れたんでしょうかね。はい、見ていきましょう。こちらはほぼ後ろまで行ってますね。はい、活魚ですが、ウマエビ、足垢ですね。ちょっとずつね、数も増えてきましたね。はい、こちらは天然の車エビ。これもまた寄り抜きですね。大きいですね。でかい。はい、中ぐらいのヒラメが1枚ありますけど、ちょっと擦れてますね。大きさで 2.78 って言ったとこですかね。はい、その他も少しね、タイあたりが出てきそうなんですけど、まだ出荷はされてませんね。まあでもそんなにね、活魚多くなさそうですね。こちら側は何もないですけどね。はい、また後見に行きましょう。はい、競り場ですが、こうやって見ると前の方だけかな。そんなに数はないんですが、まあまだね、水揚げされてますんで、もう少し出てくると思います。おはようございます。おはようございます。新明太、タコも、いいですね。まだは小さめなんですけど、少しやっぱサイズアップしてきましたね。これだとかなり目方はあると思います。こちらね、箱釣りなんでね、目方はね、こちらの本当に目利きにかかってますんで、この下箱がね、何キロあるかっていうのをね、予想で競り値をつけないといけないんでね、なかなか難しいと思います。ただその競り値ね、自分の思ってる競り値で他に希望者がいればね、その競り値から予想の値段からどんどん上がっていったりもしますんでね、どこまで自分が頑張れるかってことなんですが、難しいですよ、なか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 ね、自分の思った適用価格っていうのにね、すんなりと買えないんでね。はい、じゃあこちら小エビが結構並んでますね。結構たとそんな量じゃないんですけど、青ガニがいますね。青ガニのオスはね、結構身入りはもうしっかりしてますよね。重たいんですよ。これちょっと小ぶりなんですけどね、もう
それはもう間違いないでしょうね。はい、こちらもタコが少しありますね。あ、やっぱり少しサイズアップしてますね。いい感じです。はい、こんな感じですね。はい、ゆうたくん、今日は小木小木です。よっしゃ。送りの2ですが、今日は入選もありましたんで、あ、ここはもうほとんど出荷してますね。早いな。今日はまあまああった方じゃないでしょうかね。月曜からなかなかいいスタート切れたんじゃないかと思います。はい、北海道のボイルシャコが入ってきておりますね。大きいね、北海道の。内海はね、ここまで大きくならないんですよね。これは全て小持ちです。すごいね、大きい。いいなぁ、羨ましいね、コントが取れるのはね。はい、千葉からね、詳細フグが入ってますね。関東からはるばる。はい、釣り立ちですね。なかなか今大きいのが来ませんね。まああるんですけどね、めっちゃ高いですよね今。マコで開いててね、腹がパンパンのやつも多いし、いいやつだけ寄るとやっぱ高いですよね。はい、島の関民です。ありがとうございます。おお、巻き立ちいいなこれ。おお、あんまり大きくないけど、でもこれは鮮度いいね。おお、子持ち鮎ですね。月曜日ですから1個もらいましょうか。あとはムキホタテ。はい、これじゃあもらっていきましょう。色物の中にカゴガキがいますね。なかなかね、こいつだけで揃って入ってこないですね。でかいですね。ああ、メスガニですけど、ちょっと内子の影はまだ見えないですけど、ただ重たいですね。重たくなってきましたね。ああ、これも同じくメスですけど、日に日にね、重くなってきてる感じです。もうちょっとかな。はい、こちらはオンガニですね。これカタツメですね。オンガニも、あ、これはやっぱりちょっと軽い。この黒いやつがやっぱ軽いね。これどうでしょう。これはここのは少し軽いかな。やっぱ個体によるっていうところもありますね。まだね、時期的にそんなんでしょうね。当たり外れがありそうです。ブトエビがね、ほとんどが生きで今上がってきてますんでね、綺麗なんですよね。
秋口はね、気候的にこう生かして持って帰れるんでね、こうやって生きた状態でね戻ってきますね。いい感じ。はい、ハモですが、あ、まだ取れてはいるんですけど、結構量的に少なくなってきましたよね。いいハモですね。はい、こちらはキジモのやっと小ぶりの天台。連長がそんなに多くはないけど、これは鮮度がいいね。結構でかい。これはでもいい値がつきそうですね。少ないからね今ね、本当に。見物ですが本当にも少ないですね、量がね。水揚げ量が本当急に取れなくなったのか上がってこないですね。はい、こちらシスですね。シスもね、一時期わーっと上がってたのに急に水揚げが少なくなりましたね。綺麗だね、キンキンです。美しい。正代ですね。キジメ。こちらはキジメの天然だ。もう結構大きいね。これはかなり大きいですね。今日はね、赤いもね、わあ大きい、これすんごい大きさ、乗れそうなぐらい大きいですあそこにも大きいのがありますね。これもでかいわ。あ、ちょっと痩せてますけど、大きいのは大きいですね。はい、こちらコギスがね、少しだけ、あ、少なくなりましたね。コギスもね、少なくなりましたっちゅうより、そうですね、取れないんでしょうね。そろそろかな、そろそろかなって言ってからなかなかポロポロ出てきますよね。はい、ここにも生き締めの大きな天台。あ、今タイがね結構超えてるやつがね結構ありますよね。これは綺麗な。おはようございます。でかい。はい、色物の中に黒がいますね。黒屋を超えてますね。はい、こちら結構大きめのアコウが、よう超えてますね。これね、太いです。これは内海のアコウですよね。こちらはカサゴですね。まあ、カツカツ1本漬けのサイズ、まあ、このぐらいだといいんですけどね、これより小さいともう
あまり価値がないですね。はい、この中にメバルも一つだけ、一匹しかいません。はい、ここでがぼちぼち赤いやつもいますね。ヒヨコゼ、オレンジ色です。ちょっと小ぶりですね。まあ、全体的に、まあ、唐揚げでちょうど食べやすいんでしょうけど、まだね、こう、あ、これはこれでギリギリ結構な大きさになるんじゃないでしょうかね。出てきましたね。まあ、2キロ後ぐらいですかね。これはなかなかいいですね。はい、こちら背泳ぎのタイガ、よう超えてますけどね。3キロ後ぐらいかな。こちらのタイも、これもまあまあですね。これでかいですね。これ4キロ台でしょうね。いろいろありますけどね。はい、競り始まります。今日はね、ちょっと洗濯に困りそうな感じの雰囲気あるのはあるんですけどね。どれしましょう。はい、これ最高。スラックスラスラ。はい、モスラム。はい、六五。はい、スズラ六三でやすのモスラム六千。はい、これ五五。はい、スズラン五千。いなんだ。はい、四五。はい、これ五。はい、スラックスラもタイガースのモスラム六千。はい、五五。はい、すぐは5000。はい、45。はい、すぐは43は、はい、310番4300円。はい、311つ割り、はい、閉まって止まらない丸つぶ。1枚。やったやった。はい、綿棒。はい、3000。はい、すぐは1番。はい、28は、はい、310番28。はい、310番。はい、1つ割り、閉まって21枚1枚。マナがでっかいのがね、結構買えた。1個買ってみようかな。ジュウギスですね。
わずかしかないですけど、まあでもね、結構鳴りもいいし、油ありますよね、今ね。なんでやろ。次、4000。抜かしてたの5000。抜かしてたの4000。はい、410番。頭1個。はい、こっち。すいません。はい、4500。抜かして3000。はい、4100。はい、9番。はい。福岡下関ですね。うん。だいたいそんなもんいいな。田舎は国よりちょっと下予定上がったんじゃない。ああ、そうやな。多分その分上がってくるやろな。ああ、はい、これ立派な糸引きですね。いや、大きいですよ。立派です。大ニベ、草原ですね。はい、メガレー、メダカ。はい、三点。あの、今日、ズガズガ、300、2号。はい、310番2号。はい、一つ、はい、タコ2000。あの、今日、流しとか、やっぱり一ドロン。あの、今日、スタンド、はい、マルキの6。先輩の、いいね、シーローハート。はい、5、はい、はい、回り300円。はい、1個ねや。はい、はい、回り兄さん。1500円、1500円、1000円、800円、700円、600円で、108番、600円で、108番。皆さん行きます。2000、2000、2000、1、1、5、1、5、1、3で、120番、1、3で、120番。2つ、1、5、1、5、1、3、1000円、800円、600円。600円で35番。1個丸600円、500円、200円で392、200円で392番。これいきます。セット1缶、1号、1号、1号、1000円、800円、600円、300円で392番、300円で392番。皆さんいきます。1缶2000、2000、2000、1号、1号、1000円、200円で1万11番、200円で1万11番。はい、これ9番、はい、靴が2つが3号、はい、2枚が3000、はい、2号、靴が10番、はい、300番、はい、311、拍手が、これも2枚いこうか、はい、これはそれは盛る、はい、2つが2つが3000、はい、2つが3つ、はい、これは3000、はい、靴が2号、2000、はい、それは靴がもう2000、はい、100人じゃそれも違う2000、はい、2000、でかの、はい、1970番、1910番、はい、310番、2つ、はい、1つ、はい、今26日、いいね、1つ、テラブラーマ、お前、おはようデイちゃん、おはようす、いやいや、萩は何も頼むもんがないじゃん。はい、ぼちぼちね、集まってきましたね。いい感じです。ウニもね、今日は3元。これは北海道かな、北海道産のウニが、はい、ありますね。はい、仙崎のウニ、もう少し頑張ろうかな。はい、今日はね、久しぶりに名簿のイカシを、名簿のね、まだ良し悪しが激しいんですけど、まあ今日のこいつはね、結構揃ってましたんでね。はい、これはね、ちょっと水槽の方に生かしていきたいと思います。カニとか4000、4000、3番、3番で300番、3番で300番、
で当番の1番は1番で当番の1番練習いきます。どれでも OK です。練習時間4号、時間5点、時間6点、丸5点700円、コーナーコーナー5号、5号で300番、5号で300番、1個1個丸5点500円、5号5号5号5点、5点5点、いきます。1万2000点、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 はい、それじゃあね、競りも終わりましたんで、私も戻って頑張りたいと思います。はい、月曜日の水揚げね、結構ね、思ってたよりありましたんでね、いろいろ揃えることができました。助かりましたね。まあでもね、おかげでいいスタートが切れそうです。はい、まあ今週も始まりましたんでね、また1週間よろしくお願いいたします。とりあえずは月曜日、今日スタートの日です。今日1日、しっかり頑張っていきましょう。いくよ、しげみつさん。頑張るぜ。頑張る。よっしゃ。さあやるぞタイミングか。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、月曜日の水揚げ、まあ回ってね、良かったですね。まあ、休み明けからね、棚がしっかり埋まるっていうのはね、本当にありがたいです。ありがたいことなんでね、助かりましたね。はい、今週はいいスタートが切れそうです。はい、というわけでね、今日も、天気が良さそうなんで、しっかりね、作っていきたいと思います。はい、ちょっと休み明けでね、だらしいですけどね頑張っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日しっかり頑張っていきましょう。はい、また高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。頑張ります。はい、お店到着です。おはようございます。あ、月曜からいい感じ。うん、まあ、そんなに多くはなかったけどね、まあ、ぼちぼち揃いました。はい、今日もね、しっかり作っていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。辛麺食べた？食べた。美味しかった？すごい美味しかった。じゃろ、あれ最後にご飯入れんやけん、それ、ね、いらんやった。チャーハンだ。あれご飯入れてもうたまらんけ。ああ、調整ができるけね。よかったね。これオーモみたい。
ちょっとよく入れてきますので。
明日もよろしくお願いします。